のお尻の動きについてちょっと改めて教えてもらいたいんですけど、ヒップターンですね。ヒップターンについて教わりたいなと思うんですけど、右の腰骨を、あ、だからその順番はいいよ。どういう風に使ってるかって話なんじゃないの。だからこうやってお尻があると、お尻をこのままこういう風に来てこういう風に使ってるってことだよ。こういう風に来てこういう風に使ってる。うん。だから基本的な考え方としては、多分皆さんが思ってるのは多分こうなのね。でも現実はこうをこういう風に僕は自分は感じてるけど。はい。で、あのね。どうしてもその話をしていくと、例えばここに骨盤がありました。右のお尻ってこうですよね。左のお尻ってこうですよね。っていうふうに表現をする人が多いな。そのまっすぐよ。そうじゃなくて、ここに中心軸ある以上は、こういうふうに回ってるんだから、このお尻のこの頂点っていうのはこっちへ向かって動いてるし、今度はこれが戻ってきた、こういうふうに、これはこのあった位置よりもこっちへ来るし、ここの頂点はこっちへ行くしっていう風に立体でものを考えないと、ただ後ろ後ろってしか考えてないかな。結構私あのターフとかが取れるタイプじゃなくて、うん、そうするとまあアイアンとかはちょっと薄い当たりが結構多いっていうか、それでちょっとお尻の動きで自分なりに考えたのが、うん、その後ろに引いてその右のお尻を少し右の方だけちょっと上げるように回転すると、うん、深く入るんじゃないかなと。ああ、それは多分ね、感覚的には合ってるんじゃないかな。なぜかっていうと、この骨盤がね、うん、多分久野さんの場合はね、こう動くのね。はいはい、こう動く、イコール、ちょっとまあ俗に言うアッパーになりやすい。はいはい、だから、基本的に自分の感覚で、これを右の腰骨を高くすることによって、正しい、回転の角度ができるから、クラブが上から来やすいっていう風なことで、あくまでも、久子さんの感覚が、こっち側が高く回ってるから、うまく、そこに、こうなってるのが普通になってるので、それが、こういう風にイメージすることによって、ちょうどここでプッて回るっていう風な、ことを多分感じたんだろうな、っていう。だからそういうのをね、例えば一般的に言っちゃうと、いいです。右腰を持って、腰も高く回しなさいって、もう何回もさ、伊藤くんレッスンで言ったことがある。あ、そうなんですか。そう、それも何回も言ってる。伊藤くんね、もっと右腰の腰も高く回しなきゃダメだよ。って、ね、って伊藤くんに言ってること何回もある。で、そうすると、例えばそれをそのまま聞いたね、伊藤くんが雑誌に載せました。例えば YouTube 載せました。いや、岩さん、右腰の骨はダウンスイングで高くして下ろさなきゃいけないっていうふうに書き換えちゃう。意味わかるでしょ言ってることね。意味わかります。わかった？ただ意味わかります。意味わかりますけど、うん、人のせいに。プロから聞いたぞ。だからさ、低くなってる人に対して、してですね、もしくは彼が自分がミスが低くなるときに起こるから、高い位置で回すようにしましょうね。それでね、低い高いって言うんだけど、膝の回で話をしたよね。膝の回見たね。膝ってね、どれだけ曲げてようが、そんなに高さって伊藤くん変えられないんじゃないのって、って大爆笑したんだけど、同じことなんだ。だってそれはね、下のね、膝だとか、足首だとかね、いろんな角度の問題があって、自分の右腰の位置は高く回ってるつもりでも、他のところが曲がったりなんかして低かったら、それは違うものになるわけでしょ？だから、あくまでも相対的なことをね、できるだけ効率よく回すために、その人のスイングのタイプとしては、右腰が高く上がってる方が、うまくボールにアジャストできて高さが保たれるっていうことの方法としてやってるっていうだけの話。だからそれを皆さんが取り入れることが正しいわけではないので、だからどうしてもそれを一括りにしたいので。違う。平行に回転するのはこう。うん、まあ、できるだけ、ただね、ちょっと前傾してるのね、骨盤も。だから、少しこういう風にはなるかな。全体的にはね、絶対に。だから、そこがすごく、いやいや、大体水平ぐらいですよね、って、まあ、大体水平ぐらいですよね、っていう風な話は、大体って何なのって話だよね。だ正確に言うと、ちょっとこうやって前に傾いてるので、それがこういう風に動くね。だから、ね、そのバックスイングは左の腰骨ちょっと下がるし、で、ダウンスイングのやつは右の腰骨が下がるんだけど、実際上は
そんなに大きな話じゃないのに、もう極端に捉えてしまうので、皆様ね。だからその右腰の位置をね、潰したり、その下に行き過ぎないように、右足もっと真上にバンって蹴りなさいっていうのも一つの矯正方法なので、だからそういう形でいろいろ我々は、その個人のものに対してのアドバイスだっていうのは結構そういうふうにする。矯正方法として？だって、こうなってるのに右サイドが潰れる人にとっては、右をこうやって、バンってしっかり蹴ってあげたら、だって高さが保たれるわけじゃない。その蹴り方って、真上。まあ基本的には真上に蹴ってるだけだよ。でも回転を変えたら斜め。まあもちろんもちろん斜めにこうやって回転をしてるからね、はいはいはい、ここね。けどすいません。もう一回そのヒップターンについて、改めて、足の動きを交えながら。足の動きを交えながら、はい、はい。前傾をしといて、バックスイングをした時っていうのはこれはこっちじゃなくて、この位置かな。このちょっと拳を持ってる。これがだからお尻の外側だよね今ね。このままバックスイングって多分こういう風になってるね。何かっていうと多分右の拳隠れたよね。右の拳が隠れたよね。ああ手元ですね。はい、はい、うん、隠れます。だからこうだとかこうじゃなくてこう回ってるってこと。はいはいはい、はい、で今度ダウンスイングが入ってきた。もちろんちょっと左へこうやって少しだけこっち側にね送り込んではいるんだけど、そのまま今度は、そこから左のこの、拳が、隠れる状態になると。隠れる？左の拳見えます？え？左の拳が、左の拳が見えてるんだよ。いや、僕は言ってんのは正面からってことよ。だから、ここからこっちへ隠れちゃうでしょっていう。違う。はい、動きますか、動きます。右手の拳が見えません。見える。それは見えるわ。こうなったら、右の拳がバックスイングとともに、お尻がこっち方向へ動くから、こう動いて、まあ、ちょっと隠れるね。で、戻しながら、ちょっとだけ左へこうやって、バンプするのかな？なんバンプっていうのこういうふうに、ちょっとだけ前へこうやって出ながら、回転をしてって、今度は左の拳がこっち側へ隠れるよね。ここでこっち側に来れば見えない。そうそうそう。はいはいはい。っていう風にして、まあ、ゴルフのスイングが出来上がってるかなっていう。これが足の動きって、送り込んじゃいけないんですよね。ああ、だからこうやってずれることはダメですよっていうことを言ってたけど。だから、基本的には足っていうのは真上に使ってはいるんだけど、そこに回転が伴うから、お尻が、バックスイングでは右のお尻の頂点が、左の後方にこうやって動いてってるし、ダウンスイングが入ってきて、今度は、左のお尻の頂点が、なんつうの、右の後方の方に動いてるっていうふうなこと。外回りってなっちゃうのは、外回りは、あれじゃない、この、かかとの位置が、ここが、こういうふうになること言うんじゃない。なんか外回りしちゃうんすよ。なんかなかったっけ。あ、これでいい。なじみ。じゃあこうしといてバックスイングしてっていう感じ。ああ、とにかくそれがちょっとでも動いたら外回りですね。外回りだね。やべえな、できてっかな。そうか、やっぱそれぐらいの大きさの方がはっきりしますよね。そう、だからペットボトルが一番いいな。はいはい。だから立体にあった方が、できるだけ高い位置にあった方が自分の中でっていう方が得かな。蹴らないといけないですよね。蹴らないといけない。だから右の膝ができるだけ緩まない方が得かな。膝が緩まない。うん。この状態から、この右の膝が、こうなっちゃうとこっち行きやすい。そうじゃなくて、これがこのまんま、バーンとしっかりこう、ある程度まっすぐギャーンって蹴れればそうなる。で、それが、だから、ヒップターンと、うん。とに、まあ、連動するかな。だから、できるだけ、これが、こっちへ蹴らないように、蹴らないと、外側にね、こう、かかとがいかないようにしながら、自分のスイングの中で、スイングできれば、
まあ、しっかりフィニッシュも取りやすいだろうし、ここは回らざるを得ないね。ヒップがね。回んないとここ来れないから。素晴らしい。回んないから、こう、抜けた状態になっちゃう。ありがとうございました。はい。